皆さんこんにちは。今回のトピックは ECS と Unity Physics です。今回お話しする Unity Physics とは ECS 用に新設計された物理エンジンです。 ECS で物理挙動を扱う場合は基本的にこの Unity Physics を使うことになります。Unity Physics は従来 Unity で使用されていた Physics とは異なり、完全に新規で書き起こされたパッケージです。C# 言語で実装されていて、バーストコンパイラーによって高速動作するというものになっています。また、ステートレスな設計になっていて、挙動の再現性が高いという特徴もあります。通常、物理エンジンではフレームをまたいで保持するステート情報があって、それによって最適化されている部分があります。 Unity Physics ではこれをあえて行わないようにしているということですね。各フレームが独立した処理として完結するようになっています。こうすることによってステートのロールバックやリプレイが簡単確実に行えるようになりました。これは例えばオンラインゲームなどを実装するにあたってはアドバンテージになりますね。ちなみに Unity Physics と対になる Havok Physics という実装も存在するんですが、これはまた別の機会に触れたいと思います。さて、それでは早速 Unity Physics を使ってみたいと思います。基本的な使い方は今までの Physics とほとんど変わりありません。サブシーンの中でコライダーやリジットボディなどのコンポーネントを普通に使えば OK です。自動的に Unity Physics のコンポーネントとしてベイクされるようになっています。また、これらの標準のコンポーネントとは別に Unity Physics 専用のオーサリングコンポーネントも用意されています。まあ、ほとんどの場合は標準のコンポーネントで十分だと思いますけどね。さて、ECS 上で Unity Physics を使っていくにあたってやっぱり気になるのはパフォーマンスだと思います。C シャープを使った実装で本当に実用的な速度が出るのか気になりますよね。簡単なベンチマークを作って従来のフィジクスと比較してみました。結果としては、まあ大体従来のフィジクスと同程度のパフォーマンスといったところだと思います。従来よりも速いところもあれば遅いところもあり、平均すると同じぐらいという感じでしょうか。なお、Unity Physics はバーストコンパイラーによる高速化を前提としています。API を使う際にはバーストコンパイラーが適用されるように意識しておく必要があります。例えばこれは Raycast API のベンチマークとして作成したものです。複雑なメッシュに対して Raycast をたくさん行っています。ソースコードはこんな感じです。詳しい解説は省きますが、ここで Raycast を行っています。ここでバーストコンパイラーアトリビュートをつけているので、このコードは高速に実行されていますが、例えばこのアトリビュートをつけるのを忘れてしまったらどうなるでしょうか。バーストコンパイルをつけている場合は、1000回のレイキャストが約 1.4 ミリセカンドで完了しています。バーストコンパイルを外すと30ミリセカンドもかかるようになってしまいました。このように API によってはそれを使用する側の責任でバーストコンパイラーを適用する必要があります。この点にはよく注意してください。次はスクリプティングについてです。スクリプトから Unity Physics の抗体を操作する簡単なサンプルを作ってみました。この中身を覗いてみましょう。こんな感じのサンプルプロジェクトです。この緑の領域に合体が触れると上方向に加速されるというものです。いわゆるトリガーを使った処理となりますね。これを ECS と Unity Physics の組み合わせで実装するとどんな感じになるんでしょうか。ソースコードを見てみましょう。この処理はブロワーシステムというストラクトに実装しました。まずアップデートイングループアトリビュートを使って After Physics System Group の中で実行するようにしました。Unity Physics でコリジョン検出の結果を使う場合は Physics の後に実行する必要があるのでこうしています。アップデートの中ではジョブの準備とスケジュールだけを行っています。この部分の説明は省略します。本体となるのはこのジョブの実装の方ですね。
トリガーイベントを処理するにはインターフェースとして iTrigger Events Job を使います。このコンポーネントルックアップは接触したエンティティからコンポーネントを引き出すのに使います。ブロワーコンポーネントはこのサンプルで独自に実装したコンポーネントですね。このフィジックスマスとフィジックスベロシティは Unity フィジックス側で用意されているコンポーネントです。フィジックスマスは合体の質量に関する情報を保持しています。加速度を与える際に質量の情報が必要になるので、ここではリードオンリーで使用しています。フィジックスベロシティは合体の速度に関する情報を保持しています。これを更新することで上方向への加速を実現します。このエグゼキュートメソッドは各トリガーイベントに対して1回ずつ実行されます。処理の内容としては、まず処理対象を限定するためのフィルタリングを行っています。それぞれのエンティティが持っているコンポーネントを調べて、ブロワーと合体の組み合わせによって発生したイベントであることを確認します。ブロワー同士の接触や合体同士の接触はここでは除外するわけですね。そして各コンポーネントの情報を取得しています。最後にフィジックスベロシティコンポーネントに対してアプライリニアインパルスを呼び出すことで速度変化を与えています。こうして整理して読み解くと、やっていることは単純ですね。ただ単純だけどコードの量が多いなという印象があります。いわゆるボイラープレート的なコードがどうしても多くなってしまうんですよね。ECS 本体の方ではコードジェネレーターなどを使ってボイラープレート的なコードを減らす工夫が多くなされていました。それと比べると Unity Physics の方はコードの量が多くなりがちかもしれません。ちなみに Unity Physics 公式サンプルの方ではステートフルトリガーイベントという仕組みでこれを補助しています。トリガーイベントをコンポーネントデータにバッファリングするための仕組みです。また Enter、Stay、Exit などのイベントを検出することもこの中で可能にしています。Unity Physics はステートレスな設計になっているので、こういったステートの変化を扱うイベントという概念が存在しないんですよね。このステートフルトリガーイベントというアプローチはいろんなプロジェクトで再利用できると思いますので、参考にしてみてください。こんな感じで今回は Unity Physics について解説してきましたが、いかがでしたでしょうか。従来のコンポーネントをそのまま使ってオーサリングできるので、使い始めるのはとても簡単だと思います。ただやっぱりスクリプティングに独特の癖がありますよね。 ECS の公式サンプルプロジェクトの方に様々な使用例が提示されているので、まずはそれを参考にするのがいいと思います。一般的なユースケースはほとんどその中でカバーされているはずです。もしサンプルを見てもわからないこととか、サンプルではカバーされていないことなどありましたら、コメントに書き込んでみてください。今後の動画のテーマとして考えてみたいと思います。今回の動画が参考になったという方は、高評価やコメントをいただけるとありがたいです。それではまた次回の動画でお会いしましょう。